つけは、囲碁用語で、着手を表す、言葉の一つ。すでに打たれている、相手の石に隣接させるように打つ手を指す。例えば、数の黒1などがつけの例である。ただし、つけという言葉は、多くの場合単独で、打つ場合を指し、打った石の周辺に、味方や相手の石がある場合には別の用語を使う、ことが多い。例えば、下図左の黒一は、羽であり、下図右の黒には、 割り込みである。またコスミながら相手の石につける手をコスミつけ、飛びながらつける手を飛びつけなどと呼ぶ。またつけた後引きを打つ手、つけた後伸びる手をワンセットにして、つけ引き、つけ伸びと称することがある。下記の形からは、つけ引き定石、つけ伸び定石と呼ばれる有名な定石が発生する。黒1のように相手の石を挟み込むようにつける手を挟みつけと称する。 裁きの手筋、寄せの手筋などとして品質する。黒1のように、桂馬の位置にある相手の石の間に、付け、同士の分断を図る手を、付け越しと称する。黒1のように、二子の先端に付ける手を、微付けと呼ぶことがある。白が A に遮断すれば、B で取られ、B なら、A と渡って白地は激減する。長智君、付けの技法、川で処方新者。ありがとうございます。